ワットサシーは、タイの北部、スコータイの旧市街となる、スコータイ歴史公園にある、仏教人遺跡の一つである。ワットサシーは、ラームカム平原像の近くにある、小寺院であり、ワットマハータートの北西の優美な池、トラパントラクアンの中心に位置している。その場所にあることから、ワットサシーは、スコータイで最も美しい人遺跡の一つとされる。 寺院の構造物の類似性とともに、境界石の結界の類似により、今日、ワットサシーはワ,ワットトラクワンやワットチャナソンクラームと同時代に混流されたと考えられる。また、碑文からは14世紀末に創設されたことが認められる。寺院にはスリランカ式の仏塔がある。この正方形の基壇上にある仏塔は、碑文によれば、オーリタイの異界を収めるために混流された。 その仏塔の東側には、とさしいの礼拝堂の、祈願都市中の遺構があり、その奥に一体の仏座像が安置されている。さらに東には、本堂が小島としてある。また、今日では、祈願だけが認められるいくつかの小さな仏塔がある。ありがとうございます。